はい。えー、ゼリー市の松井はじめです。えー、今日8月20日の土曜日で、えー、収録自体はこう2本目のサブチャンネルになります。ちょっと今お昼でですね、あのー、相模っていうところでね、あの、味噌煮込みうどん食べてきました。あの、長いこと名古屋にいたから、まあ、えー、ね、味がこうあ、味っていうか舌がこう愛知県民と一緒で、あのー、味噌煮込みうどん大好きなんですよね。はい。ということで食べてきました。で、えー、っと、お話しする内容はですね、え、業務をたまに見直すっていうことなんですけど、 あの、どういうことを言ってるかっていうと、会計事務所の仕事って結構無駄なことが多いんですよね。あの、特にこう、うちなんてもう、私三代目ですし、こう、あの、先代の時からこうずっとやらせていただいてるお客様の状況によって、こう、経理のやり方がまあいろいろ異なってたりしてですね。あのー、それでまあ、あの、なんていうのかな。まあ従来のその非効率なやり方を続けてしまってるところって結構あるんですよね。で、 あの、まあ、会計事務所内の話ですよ。会計事務所内の話なんですけど、そういうのがまあありまして、で、まあ、そういうのもやっぱり、たまにこう業務を見直して改善していかなきゃなんないってことでですね、あのー、まあ、意識的にやってるところではあります。で、あのー、 まあ、主にですね、この IT 化するということですよね。あの、例えば、こう、お客さんに、あの、エクセルツールを渡して、入力していただいて、で、それを、あの、自分がですね、事務所で、こう、例えば、えっ、ー、と、まあ、VBA をこう、エクセルマクロを、あの、組み込んどいて、組み込んどいたシートだから、こう、ワンクリックで会計ソフトに取り入れることができるようにする仕組みを作っていくとかですね。まあ、そうすると、あの、まあ、お客さんの方も、あの、もともと、なんていうのかな、あの、 電子かパソコンでやるようにしたかったっていうような、あの、要望があった方であれば、すごい喜ぶし、こちらとしても、あの、お客様のこう、手書きを見て入力するっていうね、そういうコースが減るもんですから、まあ、あの、効率化になるわけなんですよね。ということで、まあ、あの、例えば、まあ、あの、インターネットバンキングをお客様がやっていただいてるけども、まあ、そのデータを、あの、インターネットバンキングやってれば、こう、明細を、 csv ファイルという、こう、エクセルの形で取り出すことができるんですけど、あの、それをですね、あの、こちらの事務所の方で活用してなかったとかですね。まあ、そういった事例もあったりとか、まあ、いろいろこう、ね、業務を見直していけば、たくさん改善できる箇所はあるんですよね。 だから、ま、たまに、こう、業務を見直すことが大事だっていうふうに考えております。で、あの、こういった視点はですね、まあ、やっぱり、あの、サラリーマン時代、えー、伝送にいたんですけども、その伝送時代に教わったものがベースになってるんですね。あの、ま、会社はま、最終的には、あのね、自分は独立したい、サラリーマンを向かないですって言ってな、やめたわけですけども、まあ、やっぱこの、伝送で見てきたものってかなりこう、大きく自分に影響してて、で、効率化ってことに言えば、 例えばその工場とかですね。そういう現場ですと、あの、まあ、作業するわけじゃないですか、作業員が。機械も使いますけど。で、あの、無駄がないかってことを作業員って日々考えてるんですよ。で、一週間に一回、そういう無駄探しの QA サークルとか言たかな。そういう会を開いて、こういうところに改善の余地があるみたいなことを議論したりとかしてるんですよね。で、あの、例えばまあ、あの、箱が目の前にあると、 こう、手がこうね、届きにくくて、え、やりにくいから、もっとここに置こうとか、え、この機械を、あの台の後ろ側に置くと、え、作業でね、ちょっと無駄が生じるから、え、場所を改善しようとかですね。ま、いろいろ、え、数え上げればあるんですけども、え、そういうのをこうね、見つけるってことを、しっかりとやられてたんですよね。だから、ま、日々ね、こう、改善っていうのが、え、大事なんだなっていうことを、 えー、そこで教わりました。で、怖いのは、やっぱ人間って非効率なことでも続けてるうちに慣れちゃうんですよね。あの、思考停止っていう言葉があるように、あの、毎日毎日やってると、まあ、それはそれで板に染みついちゃうというかですね、継続できてしまうっていう、まあ、そういう習性がありますんで、まあ、だからこそ、意識的に、えー、たまに業務を見直すっていうことが大事だっていうふうに考えております。はい、えー、今日の内容は以上になります。 今から事務所に戻って仕事の続きやります。じゃあねバイバイ。